ちは。雨の天満浦です。移動途中で立ち寄りました。とても静かです。塩は結構引いてますね。何かいるかな。波もなく穏やかです。以前降りようとして断念した階段なんですけれども、なんかロープが増えてる気がします。だいぶ雨が降ってきちゃったんだけど、赤灯台まで歩こうかな。釣り人さんの姿は見えないです。尾鷲のシンボルの一つの火力発電所の煙突ですね。それがもう取り壊されてからだいぶ経つんですけれども、ちょっとなんか寂しくなった感じもします。私が使っているのは iPhone7 なんですけれども、雨って大丈夫だったのか、ちょっと今更ながら心配になってきました。知り合いが iPhone の 12 Pro を持っているんですけれども、その動画を見たらやっぱり性能がかなり向上しているんだなって分かったので、欲しくなってます。 iPhone だけで動画の作品を作られている方もたくさんいらっしゃるのがうなずけました。 iPhone すごい優秀ですよね。
よいしょ。手ぶれしちゃって見づらかったらごめんなさい。このゴールデンウィークはどこにも出かけずに家の中にこもりっきりで仕事をしていたので、久々に外に出てきました。皆さんも外出を控えていた方も多いんじゃないかなと思うので、ほんのひとときですね、海をお届けしたいと思います。ここのテトラはかなり大きくてですね、しっかりしてて安定してる感じがします。ただ私はちょっと怖がりなので、ここのテトラの上から釣りをしたことはないんですけれども、またチャレンジしたいと思ってます。ちょっと嫌な予感がしてきました。これ降りられないんじゃないのかな。はい、降りられません。やっちゃった。あそこの先まで行きたかったんだけどな。どうしようかな。この段差はちょっと降りることができないので、もう少し段差が少ないところまで戻ろうと思います。以前 YouTube でもアップしたんですけれども、天狗山がですね、おそらくあそこがこの辺だと思うんですよね。だいぶ楽しかったのでまた登りたいなって思ってます。孫瀬峠と天狗山ですね。とても綺麗な峠道なんですよね。明るくて一人で歩いててもそんなに怖いなって思ったところがなかったので、今度は娘を連れて行っていきたいなと思ってます。ちょっとね、段差が少なくなったんだけど、どうかな、もうちょっとかな。マスクをしていると眼鏡が真っ白に曇っちゃって前が見えません。
ている人が2人見えます。釣り人かな、違うかな、あ、釣りですね。竿を持っているのが見えます。さっき折り損ねたのはここです。結構段差があるので私には無理でした。本当はずっと撮っていたかったんですけれども、バッテリーがですね残り 2% なので、赤灯台の近くまで来てからスイッチを入れました。普段はここまでですね、あまり歩いてくることがないので、久しぶりにやってきました。人気の釣りのスポットの一つですね。漁船が帰ってきましたね。あそこにですね、いつも海保の船が止まってます。やっぱり赤い灯台は映えますね。青空だったら良かったのにな。はい、というわけで今日はこれで帰ります。最後まで見てください。